FC 東京クラブコミュニケーターの石川直弘です。全ての関係性を密にすることですね。 FC 東京でまあ約16年プレイヤーとしてピッチで戦ってきて、もちろん一人ではサッカーはできませんし、まあ、仲間の存在であったり、まあ、特に個人的にはその怪我が多くてプレーできる時間っていうのが非常に、選手晩年で言えば限られていた中で、やっぱり最後のその力を振り絞って戦うことができたのは、まあ、自分だけじゃなくて家族だったり、まあ、応援してくださる全ての皆さんのパワーのおかげだと思っているので、そういったこう関係性をもっともっと密にすればさらにクラブとしても成長できるし、選手一人一人の成長にもつながるし、まあ、何より応援してくださる皆さんの、まあ、笑顔だったりとか喜びにつながるというふうに思っているので、まあ、その全ての人たちの関係性を、まあ、密にできるような活動だったり存在でいたいなというふうに思ってますね。地域の方々はこういうふうに思ってるよとか、こういうことを求めてるよとか、まあ、そういったことをまあ伝える役割が自分にはあると思いますし、そのコミュニケーションを、まあ、選手ともそうだし、スタッフともそうですし、まあ、現場だけではなくてビジネススタッフだったりとか、一方通行にならないような、まあ、そういうコミュニケーションっていうのを、まあ、自分がハブになって取り組んでいきたいなっていうふうに思ってます。そうですね、まあ、昨年は少年院の方に行って、院外学習の方でこの小平グラウンドに来ていただいて、朝からですね、選手がここに来る前から準備をしたり、あとグラウンドに出て、まあ、うちで島の管理しているオフィス長さんと一緒にこうラインを引いたりとかして、準備が終わった段階で選手が入ってくるんですよね。で、僕も一緒に、その院外学習しに来たことを一緒に見てましたけど、やはり自分がこう整備した芝生の上だったりラインを引いた、ピッチの上を、まあ、選手がこう使っている、でその中でこう躍動している姿を見て、やっぱり自分がそこに存在している意義だったり、ここに貢献できたっていう意義を感じながら、でその後に選手ともコミュニケーションを取ってもらったんですけど、どうしても選手っていうと選手になるべくしてなったとか、まあ、うまくいくような人だからうまくいってるんだっていうようなイメージを持たれてるんですけど、選手が発してくれたのは、サッカーはやっぱりミスが多く起こるスポーツで、ミスなんていうのは当たり前なことで、その失敗だったりミスから何を学んで次の結果成功につなげるかっていうことを練習でもそうですし試合でもこう向き合って取り組んでいると、まあ、だから一緒なんだよっていうことを学習しに来た子に伝えた言葉を聞いて、僕も嬉しかったですし、やはり選手もプレイヤーとしてこうピッチで戦う意味っていうものを、まあ、そこでも感じてくれたんじゃないかなと。仲間との関係性だったり、仲間をリスペクトするできる気持ちっていうのは、社会の中でどう自分が存在できているか、関わりを持てるか、まあ、そういった人間性を持つ感度を持っている人間こそがピッチの上で結果を残せると思っているので、まあ、そういう人間性を兼ね備えた選手たちであふれるクラブにしていきたい、チームにしていきたいというふうに思います。ビジネススタッフ、まあ、そういう地域の連携を取っているスタッフと、まあ、あとは選手会とで協力をしてですね、まあ、週末試合なので週中にこうその小児病棟行ってですね、子どもたちと触れ合って、親御さんだったり、あとはまあ病院の方々と触れ合っていろんな声掛けをしてくれたんですけど、それで終わりではなくて、週末の小児病棟に行ったんですけど、一緒にこうサッカーもまあやりながらボールと触れ合ったり、こう普段とは違うこう刺激を感じてもらったりして、でその終わった後にですね、またホールかなんかに集まって、
まあ、パブリックビューイング的な、まあ、ちょうどあの日は神戸戦がアウェーであったんですよ。週の中に来てくれた選手たちが実際にその映像をこうみんなで見てた時に、あの選手出てきたってこの間お話しした人だとかっていう、それだけでやっぱり親近感もあるし、頑張ってくれっていうふうに思ってくれる子たちがやっぱ多かった中で、もう劇的なというか、もう素晴らしい試合をしてくれたんですよね。出し切った姿があったんですよね。勝利もそうなんですけど、試合終わった後にみんな倒れてたんですよ。一緒にこう試合を見てた子どもたちと一緒に僕らも笑顔になったり、よかったねっていう話をしたんですけど、やっぱりその全部力を出し尽くすからこそその結果が出る。だからみんなもやっぱり今の状況っていうのは苦しかったりすると思うけど、逃げずに全力でこう立ち向かってぶつかって、でそうやってやっぱ積み上げてほしいってことを、まあ、子どもたちには伝えましたし、僕が言葉で伝えるよりは選手たちがそのあの姿をピッチで表現してくれたので、笑顔とその中でのこうなんか決意のような表情っていうのは忘れられませんね。まあ東京はたくさんの娯楽があったり、いろんなこう選択肢が、休日だったりにはあるわけで、その中でそのサッカーを選択して応援していただくっていう機会もまだまだ少ないと思いますし、そういう部分で言うとまだまだその FC 東京というこう認知度、その浸透度も自分たちが思っていた以上に、まあ、まだまだ足りない。まだスポーツは僕は日本の中で文化に慣れきれていないと思っていて、サッカーをこう中心にさまざまなその取り組みを一緒にすることによって、まあ、新たなその、まあ、文化というかカルチャーを生み出せるんじゃないかなと、まあ、週末なり、ミッドウィークの試合の中で仕事終わった後に来てくださるとか、習慣化されてるファンサポーターの方々も多くいるんですけど、やはりその一度目ですよね。スタジアムに足を運ぶエネルギーっていうのは結構ハードルが高いと思うんですよ。そういった中で、まあ、サッカーをその楽しむ、スタジアムを楽しむ、まあ、そういった、まあ、FC 東京でいうとそのスタジアムのワンダーランドかといって、来ていただいた人がこうサッカー以外でも楽しんでもらえるような、まあ、そういった取り組みもしてますし、そこでこう楽しく感じてもらって最後サッカー見て笑顔で帰ってもらうという、まあ、その一番最初のハードルですよね、まあ、そういったところにどう注目してアクションを起こせるかだと思います。FC 東京らしさはすごいテーマで、散々自分も FC 東京にいる中で FC 東京らしさとは何かと、いろんな選手にも引退した人にもファンサポーターにも聞いてきたんですけど、いまだに答えが出ないですでもそれでいいと思うんですよね。それぞれが FC 東京らしさって何かな、まあ、そういったことを思いながら、じゃあ自分たちがその FC 東京らしさっていうものを作っていこうよと、まあ、そういうような思いを、一緒になってこう作り上げる、それって終わりがないと思いますし、サッカーのようにもしかしたら答えがいっぱいあるかもしれないので、その答えがいっぱいある中で、まあ、どういうようなこうクラブになっていきたいか、どういうクラブを応援したいかっていうことをこう作り上げていければいいと思うので、キラキラ感ですかね何なんでしょう、身近なんだけどやるときやるよみたいな、やっぱりそういうクラブでありながらも、でも本当にこうなんだろう、首都を代表する、日本を代表する、まあ、そういったこう、まあ、洗練されたかっこいい、まあ、集団でいたいなっていうふうに思います。いやー、もう感謝しかないですねもう感謝をし合いながらというか、自分たちが苦しい状況の時に鼓舞してサポートしてくれるのがファンサポーターの方々で、でやっぱりファンサポーターの方々も、まあ、それぞれにこう世の中こう生活していて、やっぱ苦しいことが多かったりとか、ここ乗り越え時だなとか、まあそういう思いを普段持ちながら、でも週末、まあ、試合の時にですね、その非日常をこう感じて、エネルギーにしてまた日常に帰るという
1週間本当にあの結果によってプレーによってガクッと落ち込む1週間もあればもうウキウキでもう何でも仕事できちゃうよっていうふうに思ってもらえるようなこう試合だったり経験をしてもらってまた1週間過ごしてもらうとか、まあ、そういったことを言葉で聞くんですよね。でそれって僕らも一緒で結果もそうですけどいい関係性を築けた中でやっぱりいい雰囲気で、試合をこう開催できたりするとですねまた1週間こう次へのこういい雰囲気をこう作るためにどうしようっていうようなポジティブなエネルギーが生まれますしそういった思いっていうのは皆さんと多分一緒だと思うんですよね。もちろんいい時もあればそうじゃない時もありますしそうじゃない時があるからやはりいい時につながると思っていてもうとにかくあの悔しいことも嬉しいことも悲しいことも辛いことも全てあの共有してこれからもあの成長していきたいと思いますし、まあ、より笑顔になれるような時間を多く、一緒に過ごしたいなというふうに思っています。全てを僕はもうこのクラブをエネルギーにして前へ進む力にしたいですしそのエネルギーを皆さんと一緒に共有したいと思っています。